い、どうもみーです。皆さんは炭酸ボムを使ったことがありますか？この炭酸ボムっていうのは、持ってると、まあ、シャカシャカして、自動でシャカシャカして、強くなる。シャカシャカするたびに炭酸が破裂して強くなる武器なんですけど、これね、動きながらシャカシャカすると早く溜まるんですよ。で、このシャカシャカするやつ、こうちょっと横にこうやって今まで、ジャンプしたり動かなきゃいけなかったんですけど、実は止まってる状況でも早くシャカシャカ振ることができるんです。で、そのやり方なんですけど、ちょっとこれを見てください。並べると全然違うでしょ。これね、なんか持ってる時にこうやってちょっと画面すごい揺れちゃうんですけど、俺がやると揺れちゃうんだけど、ジャイロの視点こうやってずらすだけでシャカシャカできるみたい。これ動かなくてもこうなんか体を振ればシャカシャカしてくれるんですよ。まあでもやりやすさは普通にジャンプした方が、持ってない、全然持ててなかった。今猫泣いてる。なんで一人だけ早いんだ。すごい、これ一人だけ早い、動いてないのに。うわあ、危ねえ、暴発した。もう暴発した一人。そうそう、これは早いんだよ。動くとね、早いんだけどね、止まってて早いからさ、一人。もう一人振ってないし、諦めてる。もうなんか動かない。一人動きません。早っなんか動かない。え、消えた。消えたよ。いなくなったよ。